オストルダは、ポーランドのバルミア・マズウリー県オストルダ郡にある町。ドイツ名オステローデイン・オストプロイセン。人口33,191人。マズウリ湖水地方の落ち着いた自然環境にあり、近年観光地として成長している。ドルベンツァ川がドルベンツァ湖に流れ込むデルタ地帯の中洲にあったプルーセンの村からオストルダの町は発展した。 この村の支配とマズーリ人やゲルマン人の入植者の保護を兼ねて1270年に中東騎士団が木造の支壁を作り始めた。騎士団は現在のドイツのニーダーザクセ州にあるオステローデ、アムハルツから取って町をオステローデと命名した。木と土でできた鳥は1349年から1370年にかけて石造りの城に変わった。 1335年には特許城を得て、町は急速に地方の行政の中心地となった。1410年のグルンバルトの戦いの後、クラウスフォン・デイリンゲンがオステローデ城を攻略し、ポーランド王ブアディスワフ2世に献上した。ポーランド王はマリエンブルク方位の途上、ウルリッヒ・ォン・ユンギンゲンの亡骸をこの地に持ってきたが、その数ヶ月後に中トン騎士団は、 オストルダを奪還した。13年戦争では、ポーランド王国及びプロイセン同盟と中東騎士団が互いに奪い合った。1525年からプロシア公領であったが、1701年にプロイセン王国の一部となった。住民のほとんどはプロテスタントで、17世紀の蔵書が福音派の教会に残っている。1818 18年に、 プロイセン王国の軍の中心地となった。1871年にドイツ帝国が成立するとオステローでも編入された。ベルサイユ条約の結果、国際連盟の監視下で1920年7月11日に実施された東プロイセン住民投票では97.81%がドイツ残留を2.19%がポーランドへの編入を希望した。 ナチスドイツの絶滅政策で、オステローデに戦前いたユダヤ人はその姿を消した。1945年1月21日、赤軍が無抵抗でオステローデに侵入したが、その後の火災で市外の70%が被害を受けた。住民の多くは西へ引き上げようとした。ソ連による攻略とポツダム宣言で、町はポーランドの私生下に置かれ、戦前のドイツ人に代わって、 ポーランド人が人口の多数を占めた。1975年から1998年までオストルダはオルシティン県に所属していたが、1999年にバルミア・マズルイ県に編入された。ありがとうございます。